世界最大の計画都市であるインドのナビムンバイ、フレゼリシアの計画1900年。1650年に設立パーティスンスケイスロバキア、製菓工場と一緒に1938年に設立された典型的な計画された工業都市の例で実質的に工場外に暮らすすべての住民が従業員に採用された。ブラジリア建設のための採用された。 計画案 ISS から夜のブラジリアラプラタの上からの眺め19世紀後半の計画都市ペルセポリスの計画案計画都市とは都市計画に基づいて建設された都市通常の都市は自律的な人の流れによって無計画に生まれて発展するがこのような自然発生的な都市に対して人工都市とも言われるのが計画都市である 世界最大の計画都市はムンバイ近郊のナビムンバイである。計画都市は古代から存在した。例えば古代ギリシャの場合、自然発生的な本国領域の都市よりも海外植民地に設立された植民都市に顕著な計画性が見て取れ、機能的、合理的な整然とした格子型都市が建設された。アリストテレスによれば、方角設計の発案者は、 ミレトスのヒッポダモスである。政治学には、ヒッポダモスが、都市計画という技術を発明し、ピレウスを整備したこと、また学者としての生き方を優先するために、政治家になろうとはしなかったことなどが書かれている。彼は、ミレトスの再建、ピレウス、トゥリオイ、ロドス島の諸都市などの設計に関わったとされる。中世以降においても、植民地化の過程で、 新しい都市の建設が行われることがあり、このような都市の例として、ペリューのベツレヘム、スコットランドのグレンロセス、アルゼンチンのラプラタ、メキシコのイスタパとカンクン、ベネズエラのシウダーグラアヤアナなどがあり、これらは、経済だけでなく政治の中心として建設された面も、ある。世界中の首都の中には、そのようにして計画された都市が多数ある。計画都市の首都を参照。 時代によって都市に求められる能力は変化し、計画都市はその影響をより直接的に受けるため、中世紀に作られた計画都市が現代においてはその能力を十分に発揮できていなかったり、発展を阻害していたりする場合もある。以下は、初めから首都とするべく建設された計画都市の例である。厳密には、首都ではないが、マレーシアの連邦行政機能の中心となっている。 プトラジャヤも計画都市である。国書の植民地に駐在する霊量な機能になれた本国の人々のために計画された都市であり、植民都市の一種である。代表例としては中国のロザン、ベトナムのダラットとサーマレーシアのキャメロンハイランド、ミャンマーの名名インドのシムラーとダージギンなどがある。単に学園都市あるいは大学都市といった場合、 それは単に教育機関を中心に自然に発展した都市も含むが、ここでは都市計画に基づいて新規に建設されたものを指す。中核となる教育機関が全くの新設である場合もあるが、メキシコの大学都市、日本の筑波研究学園都市のように大都市の過密対策として既存の機関、施設を移転、再編することも多い。その性質上、 住民の流動性が高く、コミュニティ形成が通常の都市と異なる。ありがとうございます。